RD-58 は1960年代にソビエトのコロヨフ設計局が開発した液体燃料ロケットエンジンである。エンジンは世界初の2段燃焼サイクルエンジンである S1.5400 をもとにミハイル・メルニコフの管理下で有人月探査用ロケット N-1 の5段目であるブロック D の動力として開発された。ブロック D の派生型は現在でも プロトンやゼニットで使用されている。N-1 ロケット4号機では、ロール方向の姿勢制御エンジンとして、タンノズル化し、燃焼室を変更した、RD-58 の派生型が使用された。RD-58 は、酸化剤に、液体酸素、燃料に、RG-1 を使用する2段、燃焼サイクルエンジンである。 一方向にのみ傾斜できるジンバルに搭載された燃焼室と垂直型遠心ポンプ、補助ブースターポンプと酸素リッチガス発生器から構成される。近年の改良により NPO イスクラで開発された軽量の炭素、副合材による新展式ノズルを備える。ブラム宇宙船には RD-58M の発展型で 17D12 と呼ばれる後継機を2機、 主機動修正エンジンとして使用していた。RG-1 の代わりに、新陳を燃焼し、15回まで再着火可能である。これはほぼ同じ悲水力で、ブロック DM-2M に搭載される、RD-58S の原型となった。製造元である、RKK エネルギアは、新陳と RG-1 の両方とも使用可能だとしている。 現行の派生型は、水力がやや低下したものの、非水力が向上した、RD-58M である。新型の RD-58MF が、開発中である。全長を保つために水力を 49.03kN に下げる代わりに、膨張比を501に向上したことで、非水力が20秒改善された。ブロック DM-03 に搭載される。 RD-58MF はクラスノヤルスク機械製造工場で製造される。2014年11月のインタビューに対しクラスノヤルスク機械製造工場科学部門の副部門長であるウラジーミル・コルミコフは年内にブロック DM の製造は中断されるが RD-58MF の開発は2015年には再開されると述べた。 長年にわたって製造されており、多くの派生型がある。ありがとうございます。